どうも、こんにちは。今回は VP の効率的な稼ぎ方をご紹介いたします。とは言ってもシリーズの定番の稼ぎ方なのでご存知の方も多いかと思います。知らないという方は参考になれば幸いです。では早速その稼ぎ方の方法を紹介いたします。それは対戦モードでコンピューター相手に延長15回を完全試合しながらさよなら勝ちをするというものです。最初に多少の準備が必要になるのですが、それさえ終えてしまえば1分で8万 VP ぐらい稼げます。では準備するものを先に説明します。まず相手のエディットチームを作成するため、ザコスピ君をスピリッツで作成しましょう。投手3人、野手10人ぐらいいれば問題ないと思います。作成する選手の能力は弱ければ何でも良いので正解はないのですが、参考までに私が作成した選手はこんな感じです。投手はスタミナとコントロールだけを上げて、念のため中継ぎと抑えの適性もつけています。野手は外野手で作成した方が効率が良いので外野手で作成し、全てを苦手コース、サブポジを全ポジションつけています。次に次仕様のエディットチーム作成へ移ります。こちらも正解はないので自由ですが、いくつかポイントがあります。投手は1人で15回を投げ切れるのでスタミナが多く、もちろん強い選手が望ましいです。また内野安打や外野へのヒットを防ぐために守備力重視のチームが良いでしょう。参考までに私の作成したチームがこちらです。投手は覚醒した大谷選手を使用しています。次は試合設定について説明します。コンピューターの強さはスピリッツで行います。さよなら勝ちするために高校を選択して、試合設定で延長15回にします。抑えやすいようにエラーなし、 1P 調子を絶好調、コム調子を絶不調にします。試合を円滑に進めるためリプレイなし、デモをもっと少なめにします。次はユーザー設定へ進みます。打撃のミートアシストレベルを上げます。投球の投球フォームをクイック、キャッチャー返球なしにします。ランナー守備はオート設定にしましょう。設定は以上になります。設定を終えたら試合を開始していきましょう。球数と四球を意識して1回表を抑えたら、攻撃ではバントしてサクッと終わらせます。次のイニングになったら毎回セーブすることをおすすめします。そうすることによって打たれても続きから続行可能です。そしてセーブしたデータをロードして続行します。これを15回まで繰り返すだけです。15回の攻撃になったらボールを高反発に変更して、代打などでホームランを狙っていきます。無事15回裏まで行けたら、次回からはそのデータで始めれば数十秒で26,000VP を稼ぐことができます。15回が面倒くさい方は9回まででも20,000VP ほどもらえるので、そちらでも良いかと思います。やり方は以上となります。こちらのやり方は今後のアップデートなどでデータが消えてしまったりできなくなってしまう可能性があるので、そちらにはお気をつけください。何か質問や不明点、改善点などあればコメントにどんどん意見をお待ちしています。動画をご覧いただきましてありがとうございます。それでは失礼します。